こんにちは。2024年、週刊、広島瀬戸内新聞ニュース、深掘り丸一ということでね、東京高等裁判所でね、低賃金などのね、訪問介護の、ね、現場の惨状というものが、ね、認定さ、いよいよ事実認定されたということでね、いよいよボールはね、政治に行っているということについてね、お話をしたいと思います。まあ、このね、裁判、ホームヘルパーね、国賠訴訟ということでね、結論から言うとね、原告の、控訴をね、棄却はしたんだけれども、原告の、損害賠償請求そのものはね、棄却してもね、要は、大事なのはね、訪問介護のね、現場、低賃金ね、未割れ賃金、そういうね、非常に悪い労働条件がね、ずーっとね、改善されないでいると。国が、ね、十分その努力をしていないということが認められたというところですよ。だから損害賠償をね、しなきゃいけないほど違法ではないけれども、問題が放置されているということを認定したということでね、これかなりね、前進です。一審のね、東京地方裁判所ではね、完全にね、敗訴というかな。もう全然ね、話にならないというね、全面不当判決と。いうことでありましたけれどもね、今回損害賠償はね、認められなくてもね、やっぱ政治的にはやっぱりこれはね、やっぱり直していかないといかんというぐらいのところまではね、来てるんじゃないのかなというふうに思うわけであります。もう本当に今ね、訪問介護ね、在宅で過ごしたいというね、高齢者とかね、障害者の皆様にとっては不可欠です。もしこれなかったらね、ご家族はね、仕事や勉強を犠牲にして、要介護のご家族、介護せざるを得ない。今でも深刻なね、いわゆるビジネスケアラーですよね。仕事しながら介護。そしてヤング若者ケアラー問題。もう大変なことになります。だからヘルパー不足っていうのはね、高齢者、障害者だけの問題じゃないということですよね。だからね、残念ながらね、広島都市圏も含めた一部の地域ではもうね、すでに人手不足からね、事業所がね、サービスをね、提供を断りするケースが続出する。それで若い人もね、なかなか職にならないと。ヘルパーの自身がね、後期高齢者っていうのは、それこそヘルパーがぶっ倒れてね、お年寄りは救急車を呼ぶってね、笑い事でない事態も発生してますよね。そして去年2023年、訪問介護事業者の倒産廃業は過去最悪ということですよ。もうほんとね、もう繰り返しますけども、あまりにも低賃金、そして労働基準法違反ですよ。ね、労働基準法ではね、労働時間に入るべき移動時間や待機時間、キャンセル発生なんかもね、労働時間に入らずね、給料をもらえないという実態あります。その原因ね、あまりにもね、介護報酬低いために、ね、適切なね、給料を事業所が払えないということですよね。厚労省はね、きちんと給料を払うように、通達を出すだけでね、有効な対策をね、取らないできたというところです。とにかくね、今回、2019年11月1日にね、現役のホームヘルパー3人が、訴えたのこの裁判でね、その後ね、すぐにね、あれですよね、不当判決っていうかな、言い渡されてね、ちょうど、3年後ですね、その3年後にね、これ2022になってるよ。2021年、2022年ですね。11月1日に、原告の訴えがね、全面的に退け不当判決と。いうことで、原告はね、東京高裁に控訴してね、2月2日、昨日ね、先ほども冒頭に申し上げた、控訴審判決となりました。だからもう本当ね、政治がね、もうボールはもう政治の手にあります。ね、つまり立法の手にあります。ね、厚生労働省はね、2024年度の介護報酬改定でね、介護職員のベースアップにね、2.5% をね、決めてましたけどね。一方で訪問介護については、ね、利益は出てると言ってね、もうね、報酬を引き下げるという暴挙に出ている。ね、松田なんか含めて多くの労働組合も 5% 賃上げ求める中、2.5% は余計ね、格差拡大しちゃう。ね、他の業種余計人が出ちゃう。その上にね、介護報酬カットじゃね、事業者の経営も成り立たなくなっちゃいます。確かに、訪問介護ね、利益が出てる事業所もありますけどね、
そうでない人、これ製事業者も多いんです。平均値だけ見てね、帽子をカットってのは言語道断です。ね、岸田総理におかれてはね、今回の高裁判決を受けてね、あの、訪問介護報酬カットの撤回とかね、さらなる抜本的な、ね、介護労働者の給料アップ、これを指導していく。今からでも2024年予算にしかるべき修正をね、かけていくべきです。そしてね、まあ、さらなる国費投入ということもしなければいけないし。それからもうそもそも、あの、介護保険制度になる前はね、訪問介護、広島市では市の校舎でやってたんです。23区では公務員ヘルパーやってたところもあります。特にサービス提供困難地域ではね、公務員としてヘルパーやってね、サービス提供をね、保障するということもね、これ選択肢にしたいともうね、間に合わない。ね、いわゆる過疎地じゃなだけじゃなくて、都市部ではそういうことが起きてるということでね、ホームヘルパー国売訴訟、ホームページもありますんでね、ぜひご覧いただき、またね、それぞれのね、やっぱりね、議員とかね、地元議員とかにも、ね、要望していきね、ぜひね、訪問介護のね、問題ね、介護の問題、特に訪問介護の問題ね、しっかり解決するように、要望をね、していきましょう。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。